EMTJ ミュージックをご覧の皆さん、どうもミスオージャです、私5月の3日に、初のリスペクトカバーアルバムミスオージャの一番泣けるドリカムをリリースいたします。このアルバムはですね、私が尊敬して、憧れてやまない、アーティストドリームズカムトゥルーの、曲だけを収録したフルアルバムになっております。これは一人のアーティストがドリカムだけの曲をカバーするっていうのは初のことだそうで、ドリカムのお二方、吉田美和さん、中村雅人さん、公認のアルバムとなっております。で、今回ですね、私ミスオージャがカバーをするということで、泣けるというのをテーマに、ミスオージャの一番泣けるドリカムという、タイトルにしまして、それでこう選曲をさせていただきました。全13曲入ってます。代表曲もみんなが知ってる名曲ですね、ラブラブラブとか、あとはミラー予想図2とか、あと7月7日晴れとかですね、いろんな曲が入ってます。最近の曲だと、あなたのようにとか、ねえも入ってますし、悲しいキス、さあ鐘を鳴らせ、アゲイン、何度でも、などなどですね。ちょっともうこのタイトルを聞いただけで、あの曲かって思う方もたくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、そんな名曲をミスオージャなりのアレンジで、ミスオージャなりの歌で皆さんにお届けできたらと思って、心を込めて作りました。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。そんなリリースを記念してですね、5月の1日に渋谷のクワトロで、リリースイベントが決定いたしました。5月の1日月曜日、渋谷クワトロで行われます。この日はドリカムの曲だけで、ミスオージャの一番泣けるドリカムより、ライブをお披露目しようということで、一夜限りのスペシャルなライブになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん5月の1日渋谷クワトロ遊びに来てください。そしてですね、さらにですね、6月から北海道をこう回る道内ツアーも決まっておりまして、函館、小樽、旭川、帯広、北見、釧路と、6カ所をですね、約1週間で回るという、そんなライブも決定しております。初の道内ツアーなんですけども、こちらもぜひね、まだチケットがあるかどうかちょっと微妙なとこなんですけども、調べていただいて遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。そんな、リリース、そしてライブも盛りだくさんのミスオージャなんですが、詳しい情報はミスオージャのオフィシャルサイトなどをチェックしてください。はい、続いては EMTJ ミュージック恒例のマイ検索ワードということなんですけども、前回は、2016年の11月にアルバムアゲインの、時のインタビューで、検索ワードを発表したんですけども、その時は梅干しだったんですね。LA で制作をしていて、梅干しって英語でなんて言うのかなと思って調べたのが、マイ検索ワードでした。今回はですね、額縁です。額縁を探していてですね、なんでかっていうと、友達が家に来てですね、私の愛する猫2匹と、私のスリーショットの写真を撮ってくれたんですけども、なんとその写真をこんな大きい写真にしてくれて、プリントアウトしてくれたんです。だからそれを入れる素敵な額縁を探すために検索しました。はい、いつか部屋に飾るためにちょっと素敵な額縁、まだ見つけてないんですけども、見つけたいなと思います。ということで、以上ミスオージャでした。